星の海は暗くて冷たい怖いところ。勇敢で賢い王様は立派な船で旅に出ました。船は滑る、星の海を越える。醜い氷の星、柔らかくて熱い星。長い長い旅の中で家来と女と子供たちが亡命死にました。王様は泣きました。ああ、どうしてこんな旅に出たのか、もう帰り道も忘れてしまった。すると船は大きく回って滑り出しました。向かう先には双子の星、その一つを差し出しながら女神は王様に言いました。そなたたちに名を与えよう、ガミラスと。私のそばにいなさい、永遠に茂り栄えなさい。祝福は星の海に響き渡り、みんな幸せに暮らしました。お姉様、ヤマトです。ヤマトが来てくれた。ヤマト、イスカンダルと罪を分け合う地球の船、あなたが呼んだの、サーシャ。高度3500で急速ターン。いけるか、ヤブ。いい音です。いけます。助け。そのためにここにいるんだろうが。全訪問撃ち方始め。て共鳴破傷者は本艦に支障。ヤマトとヒューナが守ってくれます。外、ヤマトです。ヤマトは
ランガルトの船が。外！外！北極上空の敵艦隊、依然として動かず。あれが敵の本体。これだけ叩いてもまだ様子見か。仁科、挨拶できるか。かなりのデカブツです。念入りに行きますか。落ち着け。お前のその感情がノイズをよりひどいものにする。我らの目的を忘れるな。一刻も早くイスカンダルを持ち帰るのだ。この忌むべき星を我らの故郷に。敵艦隊撤退を開始した模様。意外に弱腰。航空隊に追撃命令を。待て。温かいスープを振る舞え。年寄りと子供が先だ。よく頑張ったな。もう大丈夫だ。大丈夫。また会えたな。遅くなったバーガー。ここから殴り返すだけよ。ヤマトと一緒にな。早速だが、みんなに見てもらいたいものがある。ごめんなさい。でもよく見てください。本来イスカンダルも壊滅的な打撃を受けていたはずです。でも砕けた星の破片は自ら粉々になり、生じたエネルギーも消えた。いや、転送されたというべきだろう。この槍状の物体はある種の転送機と考えられる。惑星を破壊し、そのエネルギーを一点に集積する。だとすると敵がここに来た理由も見えてくる。今我々がいるボルゾン太陽系、その構成は老いて肥大化しきっている。第一惑星ガルマリオ、肥大化した太陽の重力に惹かれてこの有様だ。今ここには。すげえ数です。赤道付近はまるで槍の平原っすよ。総数は不明。ガミラス同様、滅びに瀕した星。それはすなわち破壊しやすい星ということだ。惑星を壊して別の星をワープさせる。天文規模のビリヤード。それがデザリアムとかいう連中のやり口か。イスカンダルをジャンプさせる。そのためにガミラスは。今デザリアムは再び球を動かそうとしている。木星サイズのガルマリオをもってすれば、もっと長距離のワープも可能だろう。ここで食い止めるんだ、絶対に。だが我々の艦隊は半数を失った。デウスーラ3世は元より、デスラー総統も深手を追われたと聞く。移民船団に乗る10万余りの同胞も救い出す手立てを考えねば。スター社さんたちも。無論だ。しかし、どう戦うべきか。波動砲だ。波動砲であの惑星を撃つ。ヤマトとヒューガの同時発射でガルマリオを破壊する。デザリアムが利用するより先に。広大艦長、それはあらゆる可能性を考慮してのことですか。現有戦力でできる最も効果的な措置だ。惑星破壊によるイスカンダルへの影響は。イスカンダルの移動は続いている。
危険域に入る前に実行する必要がある。請求に過ぎる。時間はないと言った。イスカンダルのスター社の目の前で波動砲を使い惑星を葬る。状況次第で敵も。そういうことですね。そうだ。全ての責任は俺が取る。目的が何であれ、容赦なくガミラス星を滅ぼした敵だ。生還常識に照らして、あらゆる犯行手段が容認される。生き物もいねえ死んだ星だ。神もスター社もお許しになるでしょうよ。波動砲で星を壊す？うまくいきゃ敵艦隊も一掃だ。思い切ったな、古代艦長。でも仮にもファーストコンタクトした異星人でしょ。現場の判断だけでそんなことしていいの？うん。もう戦いは始まっちまってるんだ。10万もの民間人を抱えてれば手段を選んじゃいられないって理屈だけど、ヤマトは、古代スムって男はそういう理屈を拒み続けてここにいるって俺は思ってたんだけどな。メルダの報告は聞いたのでしょう。ヤマトはなすべきをなす。私たちは彼らとの会交は記録になかった。おそらくは大喪失に含まれる記録。あれは何者だ。なぜ他人の命を救おうとする。命を懸けてまで。衝撃波で一網打尽だ。波動砲発射準備。波動砲エネルギー充填、回路接続、強制注入器作動確認。最終セーフティー解除。このノイズ、エネルギーを検知。イスカンダル加速しつつ転進しています。信じられない速度です。まもなくキルゾーンに到達。これではガルマリオの崩壊の衝撃波をまともに。車線が塞がれる。奴らイスカンダルを盾に。私はイスカンダルのユリーシャ。ユリーシャ、姉をスター社の意思をお伝えします。イスカンダルを撃ってください。